平和通りは山梨県甲府市の通りである。甲府駅前交差点から愛いおい歩道橋交差点まで南北に伸びており、全長は 0.8km、全幅は 36m である。このうち甲府駅前から甲府警察署前交差点までの 0.3km は山梨県道6号。残りの甲府警察署前交差点から愛いおい歩道橋交差点までが国道52号。 国道358号の重複区間である。名前の由来は、幸福州からの復興を願ったものであり、計画当初は、広寺1号線の名前で、福音5 0メートルの道路として整備する予定であったが、地上げ同然になりかねないとする地主や、議会などが同盟を結成するなど強く反発したため、規模が縮小され、現在の36メートルに落ち着く。 山梨県内の一般道としては、最多の片側3車線の大通りであるが、内側は、実施通説専用レーン、外側は、交差点によっては、左折専用レーンとなっており、直進する場合は、中央の1車線のみとなってしまう場合があるため、車線数の割に混雑が著しい。また、愛い歩道橋交差点から南へ伸びている、新平和通りが2車線。 新平和通りの途中にある遠密寺北交差点から一車線に減少することや美術館通り、上等通りといった市街へ伸びる国道が交差することなども混雑に拍車をかけている。歩道は東側と西側双方にあり、東側のファンシーロード8番街の部分はアーケード化されていたが市街地再開発事業に絡み2014年に撤去されている。歩道は 多くの区間で歩行者と自転車との共用であるが、2021年5月、現在、甲府駅前から、愛いおい歩道橋に至るまでの歩道に自転車、専用道路が設置され、分離されている。毎年4月12日の前の土曜日に、新元港祭りの騎馬行列が行われるため、通行規制が実施される。1994年に、読売新聞社選定の、新、 日本が路樹100系の一つに選定されている。ありがとうございます。